皆さん、このチワワツッコミゴードです。今日から住む家です。綺麗やろ、これ新築よで、この新築家買いました、もう俺の家だって言いたいところなんですけど、借りてるだけです。住ましてもらってるだけなんです。そしてこの家は東京じゃなくて岐阜にあります。そうです、岐阜に行きました。東京ちょっと離れて、修行し直して頑張りたいと思って岐阜に行きました。東京はね、今また緊急事態宣言も出たし、ね、音楽家としてあんまり活動できない、ミュージシャンとしてはあんまり活動はできないし、もうそんならちょっと田舎へ行こうと思ってこの家住ましてもらってる。本当に新築これ、なんか建て売りで、岐阜の、まあ、昔のホームステイ先の一人がこの家買って、もともとシェアハウスにするつもりで、本当に常設専用のシェアハウスになるんだけど、まだ誰も住んでなくて合同住んでいいよみたいな感じで、ちょっと住ましてもらってます。だから今日は家の紹介したいと思います。皆さん、結構、おしゃれよね。新築いいよ。悪くない新築。しかも一戸建て。だから、なんかさ、東京の時さ、まああんまり音通らないような分厚い壁だったんだけど、繋がってるじゃん。ここは繋がってない。他の家と。まあ当たり前、普通の家に住んでるたちそれ当たり前なんだけど、ね、うちの実家もそれ当たり前だったよね。まず白い。さすが白人が住む白さ。それで、俺がいなくなる時にまた、多分女性専用のシェアハウスになるから、まあ住んでみたいというね、岐阜県なんだけど鏡ヶ原岐阜県鏡ヶ原なんだけど、まあ住んでみたいという近くにいる人がいればぜひインスタでメールください。まあね、今ねコロナウイルスで東京離れたくてちょっとね岐阜の田舎に行きたいという東京の方もいらっしゃると思いますが、よろしくお願いします。それではちょっと家見せたいと思います。玄関から行きましょう。あー、おしゃれな玄関。この家カードで入る、鍵じゃなくて、これまあ鍵、これが鍵、カード鍵で入って、ここはちょっと和室あるんだけど、俺の荷物バーってまだ置いてあるままだから見せないけど、和室一応あります。ここ入ってリビングがあります。テレビは 4K らしいんだけどまだつなげてもらってないねつながってない 4K テレビあります。あとでやってくれると思うんで、ソファがあります。でダイニングテーブルあります。でここはまた和室とつながる。で俺キッチンほぼ新品だよね。冷蔵庫は中古なんだけど、あとは新品、俺が昨日スーパーで買ったシーチキンとバナナオーブンなど、何これ、トースターやね、炊飯器、ケットル、圧力鍋もある。圧力鍋の使い方よくわからんけど、多分一番使っちゃうのはオーブンやね、外国人やでね。で進んでいくと何がある、壁があります、素敵な。どうも、まあ、ここはトイレで、ここはお風呂。ゴードがいる。お風呂です。いや、新築なんかいちいち綺麗よね。当たり前なんだけどね。当たり前なんだけど。いろいろ綺麗。ゴードのタオル。これで体を拭いた。体のあそこと。あそこも拭いたよ。で階段
日本の階段ですいや外国の階段違うよ違うよ。で部屋3つあって、あこれまだ何も入ってない部屋、部屋3つある。あれライトは2つ目で、3つ目はこれゴールの荷物全然片付けてない。まだ置いとくとこないよね。あのここクローゼット入るんだけど、まだ何も入ってないクローゼットで、ここバルコニーが、あれしつこくにバルコニーがあります。っていう感じで、あ、またトイレあるよ、ここ。また、2階にもトイレがあります。これは家です。今日から一人でここに住む。悪くないな。悪くない。冷蔵庫見てみるか？見てみるか？キャー！まだ何も買ってないけど、高めの牛乳と、まあ、用意されてた醤油とソースとか、オリーブオイルとか酢。これ美味しかった。今朝食べたけど。棒のポーク。岐阜県のソーセージみたいなやつ。ちょっと卵。ぐらいしかないね、まだ。今日また買い物行くけど。なんか調味料どれぐらいだってさ、1ヶ月ちょっとぐらいしかいないかもしれないから、調味料どれぐらい揃えばいいなのかってちょっとわからないよね。でここに Google さん置いてあるんだけど、このケーブルはなちょっと邪魔なんだよな。これどうすればいい。これだってキッチンのベンチにケーブルあってほしくないじゃん。でもあっちね難しい。あっちもコンセントあるんだけどな。そっちコンセントもあるけど、そっちとつなげればまたね、ケーブルが難しい。私がこれから住む家の紹介でした。ありがとうございました。でちょっと一つあのまあライブ配信、飲み会のライブ配信もやっていきたいけど、あのネットがまだつながってないよなこの家困った。で一応あの Wi-Fi なんか短期間で借りる Wi-Fi ルーターみたいなの用意してくれてるけど、なんか1日3ギガとかのデータ量で、まあ、めっちゃ早いっていうわけじゃないから、飲み会の配信どうしようかなっていう感じですね。今はね、あの工事ができたらすぐネット使えるけど、まだそれできてなくて困ってます皆さんでもまあ、 飲み会普通にやりたいから、なんとかあのやってみせます。それじゃあ皆さんまたね。